ワンです、今回はですね、以前動画にも出しました4月10日と11日に横浜で行われましたジャパンレプタイルズショー in 横浜というね、新しいイベントに参加してまいりまして、今回ね、ブースを出展してという参加だったんですけども、お買い物もいろいろとしてしまいましたので、今回ね、皆さんにこれをご紹介していきたいなと思います。お迎えもね、4匹ほどしております。まずは器具から。まずこちらですね、これがハーフネット60っていうね、60センチの水槽の上にこうやって置いて、網の蓋にすることによって生き物の脱走防止が図れるというね、水槽を爬虫類飼育用のケージに早変わりさせることができるというアイテムです。これね、今回爬虫類用に買ったんじゃなくて、うちで飼ってるヤマウツボっていう魚がね、ものすごい脱走名人なんですよ。蓋にほんのちょっとの隙間でもあればね、そこからこう顔をねじ込んで脱走するようなね、恐ろしい生き物なんで、この網でもう絶対に逃げ場がないようにしっかりと蓋をして飼育していきたいなと思って購入しました。そう、爬虫類の脱走防止に使うネットなんですけども、もちろんね、そうやって魚の脱走防止にも使えるアイテムですね。こちらと、普通にこう竹のピンセット、爬虫類の餌やり用のピンセットですね。うちにすでにピンセット4本あるんですけどね、さらにあってもいいなと思ってね、いろいろ使い分けできるんで買っておきまして、こちら、これもね、しょっちゅう買ってるカルシウムパウダーですね。爬虫類の育成に欠かせないアイテムでございます。そして、はい、ちょっと閲覧注意かな。こちらゴキブリの幼虫大量ですね。我が家のペットたちの餌でございます。今回お迎えした生き物もね、このサイズのゴキブリがちょうど良さそうなんで、まとめ買いしておきました。安くなってたんでね。そしてさっきからビンビンうるさいのがこちら、フタホシコオロギの L サイズですね。プリプリの立派なコオロギです。こちらもね、我が家のゴライアスガエルとか、ヒキガエルとか、イエアメガエルとか、トノサマガエルとかも食べるしな。結構みんなの好物なんでね、定期的に購入してます。あとこちら、現地にあったガチャガチャで回してゲットしたカメさんたち。右からアカアシガメ、アルビノミドリガメ、ミドリガメと、こちらが北インドハコスッポンっていうね、お財布ガメっていう名前のね、カメのガチャガチャです。これがね、こんな親指ぐらいね、ちっちゃいんですけれども、結構リアルで可愛らしい感じだったんでね、うちで飼ってるこの赤足とね、緑ガメ欲しかったんで、4回回して、途中ね、このインド北ハコスッポンが入ってきたんですけども、4回回してこの4種類が揃ったんで、よかったなと思います。見て、ガチャガチャなのにこんなに成功なの。可愛くない？そっくりだよね。じゃあ次は、お迎えでございます。はい、お迎えしたのはこちらの4匹です。端から紹介していきましょう。こちらはですね、キバラスズガエルというカエルの T-アルビノ、アルビノですね。目が赤くて体が白くなってる突然変異です。もともとはね、名前の通りお腹だけ黄色くて、この背中側とかはね、茶色い結構普通の地味なカエルなんですけども、アルビノだとこのようにね、薄い乳白色で、とっても美しいカエルですね。そう、アルビノのカエルとかね、好きなんでね、うちにすでにアルビノのカエルたくさんいるんですけども、この子も飼いたいなと思ってお迎えしました。結構トノサマガエルとかと同じような環境で飼えるらしいんで、うちにすでにね、同じぐらいのサイズのアルビノのトノサマガエルがいるんで、そいつと一緒に飼育してみたいなと思います。この子の飼育環境のセッティング動画はまた別途出しましょう。そしてこちらの2匹もカエルです。このカエルたちはね、とても面白いカエルで、トビガエルというカエルの仲間なんですよね。この子は翡翠トビガエルというカエルです。名前の通りなんか翡翠のような色をして、体が若干透けてて、とっても美しいカエルですよね。でもこのカエルね、トビガエルなんで美しいだけじゃないんです。この足ひれの部分の膜がね、非常に発達してるカエルで、そのひれでね、空気抵抗を増すことによって、大きく手足を広げて空を滑空して飛ぶことができるというカエルなんですよね。だからトビガエル、そういった生態もめちゃめちゃ面白いなと思って、今回飼育をチャレンジしてみたいなと思ってお迎えしました。本当はね、ペアとかでいたらペアで飼いたかったんですけども、オスしかいなかったんで、オスを1匹だけお迎えしました。この子もね、違う動画でちょっとじっくりと紹介したいと思います。そしてこちらの子はワキモントビガエルという名前のトビガエルですね。この子もヒレが大きく発達していて、滑空できるカエルなんですけども、それだけじゃなくて普通に美しいし可愛いカエルですよね。この子も翡翠トビガエルと合わせてじっくりと別の動画で紹介したいと思います。そしてこちらもですね、またアルビノなんですけれども、こちらアルビノのミドリガメ、つまりミシシッピハカミミガメなんですけれども、もともとね、うちの方でアルビノのミドリガメもう3匹飼育してるんですけども、この子はね、ただのアルビノじゃないんです。
そう、普通のアルビノって言ったらね、体が白くて目が赤い、まあ、T マイナスアルビノって呼ばれるアルビノなんですけども、この子はね T プラスアルビノっていう、完全に色素が抜けきってない、目が赤くなってない、目が黒いけどアルビノっていうね、ちょっと面白い子なんですよね。T マイナスアルビノの緑亀ってかなり出回って数もいるんですけども、この T プラスアルビノの緑亀、これ初めて見たんでね、興奮してお迎えしちゃいました。 T マイナスアルビノの赤身ウガメと比べてやっぱりね、目が黒いですし、体の模様もかなり残ってますね。で、甲羅もうっすらですけど、この緑亀特有の模様が残ってて、これがまたね、独特で美しいですね。そう、俺アルビノね、真っ白な T マイナスも好きなんですけども、ちょっと色が残るこういう T プラスも好きなんですよね。ほら、こっちが T マイナスでこっちが T プラスなんですけども、甲羅の模様も全然違うし、引っ込んじゃってるけど、ほら体の模様もさ、T プラスの方がしっかり残ってますよね。全然違いますね。このちょっと体の模様が残ってるのが独特で面白いですね。まだ全然こっちの子は子供です。で、この子メスなんですけども、オスもね T プラスアルビノのやつがいたらお迎えして、ちょっと繁殖とか狙いたいなと思ってます。という感じで、またしてもいろいろと購入してまいりました。いや、本当に楽しいイベントでしたね。他にもね、気になる生態いろいろいたんですけども、まあ、結構ね、お値段的に手が出なかったりして、まあ、またいつか今度だなっていう感じですね。またね、今回お迎えした子たちの動画をじっくりとね、別に出しますんで、ぜひそちらの方も見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。アルビノのミドリガメはね、同じ T プラスアルビノのクサガメちゃんたちの水槽に一緒に入ってもらいました。まあ、クサガメとね、ミドリガメ同じような環境でね、暮らせますんでね、ここで成長させて大きくなったら他のカメさんたちと一緒に入れたいなと思います。まあ、違うカメなんでね、相性とかどうかなと思ったけど、全然仲良くやってくれてますね。大丈夫そうです。大きさも本当ちょうどいいですね。お、食べてる食べてる、よかったよかった、いい感じですね。そのままどんどんね、ご飯を食べてすくすく大きくなってほしいですね。またね、この子が大きくなったらね、模様とか色が変わってくるかなと思うんで、それも楽しみですね。かわいい。